はい、じゃあ今からねじいちゃんの晩ご飯ね作りますけども、これで今日はおかずがあるんで明日のねじいちゃんの晩ご飯です。下ごしらえだけなんで、白サバフグ3匹ね、これあのメッキのプロにもらったんで、とりあえずねこれ剥いときますね。そしてね、ようやくねフグもね取り始めてきて、あの干物がね安定してね作れるようになりました。今までほんと高くてさ少なかったんだよね。でね、ちょっとずつ増えてくれればいいなと思います。とりあえず3匹、これ後でねちょっと血合いの部分今から洗おうか。でちょっとペーパーで拭いてね、でこうやってね、であとこっちのアジだね。アジは、鱗あるんで、鱗こっちで取ろうか。よしと、で鱗取ったんでね、もう頭はね取ります。ん、太っとるけどあんま油ねえな、これ多分今卵がちらっと見えたんでちょっと油なさそうだな、これないな、ね、なさそう。卵があるんでね、大きな卵、あ、味か、味、あんたの明日のおかずですわ。でも一回ね洗いますね、こうしてね洗うよ。ラジオ何がいい明日、あるじゃん、刺身とかフライとか塩焼きとかさ。フルフライはどうだ、フライはどうだ、フライがいいか、うん、フライにしよっか。久しぶりに明日大きい味だでな、大味フライやろうか。で今ねこうやってね水分取って、まあ、じいちゃんフライがいいそうなんで、まあ、明日ねフライにしますかね。油どうなんだろう、 なさそうだけどちょっとあんのかな。まあいいや、明日開けば分かるんで、とりあえず移動します。はい、ということでね、次の日になりましたということで、今からねリクエストのフライやっていきますね。たらまずこのゼイゴ取ります。こっちからね、ハンバーガー食べるのか、俺違う違う、今から作るハンバーガーがねえし、あんた昨日フライって言ったらな、ハンバーガーって言う2階に乗ればいいって、できたら呼ぶからね。こういう感じでゼイゴが取れました。下ろすよ、ここからね普通に下ろします。油どうかな、うん、ちょっとあるかな、でも思ったよりはちょっとあるね。でもう半身もね、よいしょ、よいしょっと、はい、そしたらフライなんでね、こっち腹骨取ろうか。とりあえずフライはねこの半身だけ使います。こっちはね半身、よしと、でこれをね抜くよ、血合い骨ね、よしと。ただこれフライ用なんで、とりあえずね今日は半分に切ってね、これあと塩コショウ、塩コショウちょっと下味つけてね、ちょっと置いとこうか、このまま。とりあえずここへねバットに入れときます。でこっちのもう一匹だね、もう一匹の方はとりあえず血合い骨抜きますね。これ刺身にするからね、半身はね、血合い骨抜いたんで、先にねこの皮取るね、皮、皮剥きます、ね、こうやってね、で押さえて剥くと。それでこのね、腹骨をすきますと。よし、 OK だね。サバフグも3枚におろします。普通にね、普通に3枚おろします。その方がね食べやすいんで3枚におろすね。でこれ1個だけねちょっとこう開いてフライにします。もう3つあればいいからね。よしと、
今これでね魚のね下ごしらえが終わるんで、だ今日はねもう一個ねトマト鍋、トマト煮、トマト鍋ちょっと作ろうかなと思います。いつもだったらね、まあ、味噌汁にしちゃうんだけど、たまにはちょっと違う料理やろうかな。これ大きすぎるんで、これそうだ半分に切ろう。全部ね最初に半分に切ります。こうやってねこうしとこう。そしてとりあえずね野菜がね今日今新玉ねぎの時期なんで、まず玉ねぎからいこう。よいしょ。新玉ねぎどうだろう、こんな多いな、こんなでいいかな、これにしますね。新玉4分の1だね。そして次にウインナーもね3本分切ります。半分ぐらい斜めにカットでいいかな。とりあえず、ね、初めて作るんでこの今日のトマト鍋はレシピ見ながらやっていきます。キノコは、舞茸にします。舞茸こんだけあれいいかな、舞茸こんだけね、舞茸ちょっとどうしよう切ろうか、舞茸でしょう。でキャベツだね、キャベツ、キャベツがこういうなんか普通のキャベツじゃないやつしか売ってなくて、春キャベツかな、春キャベツ、あとあのグリーンボールっていうのしか売ってなかったんだよね。春キャベツをこれでか、これこんな感じでね切っときまして、あとフライ用にねこっちのキャベツもちょっと切ろうかな。このフライ用をねこっちにキャベツ置いておきます、ね、これねフライ用のキャベツ。とりあえず最初にね鍋からいきます。トマト鍋これ作ります。フライパンでちょっと炒めるんでね、炒めると書いてあったんで、そうしたらちょっとレシピ見るね。今日トマトジュースで作るトマト鍋、とりあえずねお鍋に油いきます。で火にかけるよ。まずはフグをね焼いていきます。フグ焼くよ。4つあればいいね、具だらけになっちゃうね。4つ、フグってちょっとこう肉っぽいというか鶏肉っぽいんでね、まあ、鶏肉とかでやるみたいなんだけど本当はフグでやります、ね、でここに、ウインナー、ウインナー行くよ、ね、でここにこれ玉ねぎ、ちょっとこれ塩をね入れますか、一度ね塩、胡椒も入れるのいったんね、はい、ここに水150だ、水150、こちらねトマトジュース入れるよ、200だね。僕ねトマト缶ではよくやるんだけど、今日トマトジュースやります。うん、味がねあんまりないな。そうしたらコンソメこんなもんで、砂糖がねこんなもんだね。一回ね混ぜるよ。だからそこに残るのねキャベツで、しめじ入れて、このままね蓋をしてちょっと弱火でねコトコト煮ていきます。ちょっとこっちに変えるね場所をね。じゃあね先にあれですね、ちょっと刺身からやっていきます。刺身で大根少しだけあったんでね、ちょっと今剥きましたと、ここにね大葉でね、さっきのこのアジ、はい、じゃあそうしたらねアジの刺身だけ最初にね、これでいきますわ。これでいいや。ちょっと変だけど、これ生姜をちょっとねつけといて、うん、
まあ、とりあえず刺身はねこれ OK、はい、じゃあね今からフライをね準備しますね。とりあえずねみんなこっち下味つけた魚にねとりあえず小麦粉つけます。そしたら溶き卵、このアジフライはね身が厚いんでね多分うまいと。そしてねこうしてこうしてねこうしてよし OK、 よし行きますか。ぬるいなちょっと、ちょっとぬるいな。じゃあアジもね入れますか。そろそろこういった感じ、もうフグはね OK ですね。フグは OK、 よし OK。 やべやべやべ、おー危ね。よしでね、この鍋もね今いい感じにねもう煮えたんで、うん、そうだね、もうちょっと塩コショウ最後味をね整えますね。塩コショウしっかりね、いいかな。でこれでね全部完成。はい、アジの刺身とアジフライとフグフライ、そしてねトマト鍋で完成だね。はい、じいちゃん、いただきます。はい、どうぞ。これリクエストのアジフライ、ソースあるよ、うん、それねトマト鍋、フグとウインナーが入ってます。熱い、熱い、熱いやな。生姜は、生姜、うん、あと8分だフライ、味うまいだろ、うん、フライ生姜つけて、そうそう、味うまかったけどな、先に残った端っこ食ったけど、油あるよな、うん、周りに。あとは一番好きフライと刺身とそのトマトと。フライは好きかやんな。フライは好きか、うん、じゃあ点数聞きますか。95だよね。95なんだ。そのトマト鍋結構うまいだろう。バカし、バカし、バカしかな。じゃあまあいいや、じゃあバイバイしてゆっくり食いや。バイバイ。はい、ゆっくり食べよ。これトマト鍋ばっかしんだ味が。うん、わからん、わかる、わかるし。